おすごい、なんかいつもよりめっちゃ明るい。すごい。ドヤさ。すごい。ちょっと待って。こういう風にして、ピンクいいじゃん。すごい。ちょっと待って、もうちょっとそっち行ってくれる？やっほー、こんばんは。ええやん。どう？ちょっとカーテン。いいじゃん。これ今日は、こんばんは。やっほー、遅くなった、今日は。9時からになってもうた。ですね、さっき電気屋さんに行って、エアコンを買ってきました。取り付けはまだ2週間後なんだけど、そんなこんなわけでですね、こうしたらどう？めっちゃいい感じ。ちょっとカーテンがすごいわけ。こんばんは。で、ちょっとパソコン開くね。なんか友達と電話やり取りしてるみたいな気持ちで見て。どういう気持ち？ なんでさ、ね、すごい明るいでしょ？よくわかったね。そうなの。リングライトを買ったんですよ、私は。なんか、結構高かった。こんばんは。リングライト買ったわけ。だからめちゃめちゃ今明るいし、やっぱ買ってよかった。よくわかったね、リングライト。あれ、どうやってパソコンで見るんだったっけ？難しいな。いくらぐらいしたんですか？ 1 万円ぐらいしました。安い方だと思うけど、18インチの大きなリングライトを買いました。なんかうちは今ちょっと出費がすごく出ていて辛いんですよね。なんかいろいろ壊れたり、家電って急に壊れることが多いからさ、なんかそんなこんなことでちょっと今ね、参ったなーっていうことが多く出ております。できたできた。よし。すずちゃんにいるね。ピンクいるね。十兵衛もいて。ミネヤ？ミネヤ。難しいね。なんて読むのかな？ちょっとカーテンがやばい。否めないですな。そうそう。ちょっとカーテンどうしたらいいの？夏はちょっとエアコンがね、本当に必須なので。465もいるじゃん。ちょっと待って。おじょ。これがあるから、こういうやつ、これでカーテンを、はい、いしょ、いい感じ。ほうやり、ほうやりと、ほうやりとって読みます。どこからほうなの？ミネヤ？それ全部の漢字がほうやりとって読むのむず。すごい。当て字かな。サムネの心理が心理っぽくなかった。そうなのよ。なんかスノーで撮ったら急にすごい漏れちゃって、これ全然ちゃうやんって思っちゃった。なんか全然私の顔と違うから、これなんか詐欺がひどい。近づける顔に作っていこうかな、今から。 なんかリングライトはおいくら万円レベルの買い物だし、そう、エアコンを買いました。仕方なく。なんかツイッターでたくさんの人が教えてくれて、なんか目の下黒く見えるね。急いでたんですね、今日。なんでかって言ったら、もうこのライブが間に合わないし。でも可愛かった。ありがとう。そう、なんか漏れるやつで撮っちゃったから、うっかり漏れてしまったわけなんでございまして。違う人かと思って二度見した。やばいね。ちょっと近づけてこう。ちょっと多分ね、走ったりして、ここにちょっとコンシーラーをする。これおニューの T シャツ。うちらよく喋ってるからすぐわかるね。そうなんですよ。マイラブさんとお揃いの、まだお揃いで着られてはいないんだけど、ちょっとコンシーラー目の下にするね。これでだいぶなんか疲れ感がなくなったろ。そうそう。それでエアコンを買ったんだけど、なんか家の畳数っていうのがあって、それが多分10畳以上なんだけど、エアコンってなんか10畳までともうちょっと上のがあって、そこの値段の差が3万円ぐらいあったの。どっちもあり、好きだってやった。そう、それですごい迷ったよ。で、結局のところ、なんか取り付けは2週間後っていうことになって、
でそれまでに決めてくれればいいですよって言ってくれて、ダイキンのあのやつを買いました。ダイキンのエアコンで一番いいグレード、なんか私が持ってたやつは一番今までいいグレードの7年前のバージョンだったらしいんだけど、それのなんか中ぐらいの現代版を買った。だから14万円ぐらいのやつ。でももしそれをあのなんだろう10畳以上用のやつ、今まで36とか言ったのがついてたんだけど、24にするか36で3万円ぐらい違うんだよね。でも14万円と17万円だったら結構大きいじゃん。それで給付金だけじゃ足りないし、14万円のにていいじゃんって思ったんだけど、すごい悩んでる今。だってさ、14万円とさ17万円ってだいぶ違うよ。 T シャツの文字が簡単に認識できるから見て、これ？あ、本当だ。え、インスタって T シャツの文字反転するの？反転するの？リップ足した。結構なお値段の買い物。うん、結構落ち込んだよね。いや、そうそう、その価格だと差が大きいのよ。でもね、聞いて。なんか私野島電機っていうところで買ったんだけど、野島電機に同級生勤めてんだよね、中学ので。野島電機の同級生にお、なんかいろいろ教えてくれながら買ったから。あ、インスタって反転してんだ、知らなかった。今まで全く知らなかった。そうだったんだ。ほいで、なんか何がええだって。なんでね、その同級生がなんかいろいろ教えてくれて、あ、ゆきこさんおばん、そうなの。それで買うことにしたんだけど、あの10年保証をつけようと思って。そしたら今回7年で壊れちゃったから、7年で壊れちゃったからもう保証も何もないわけじゃん。ほんだけど10年保証があれば10年のうちに壊れたらやってもらえる。そう、野島電機ってなんか私今までビッグカメラ電機が好きだったんだけど、あの野島電機はなんか、うちは、こんばんはゆかりさん、自分の同級生も野島に勤めてる。あ、本当なの？戸村勝信、プロに聞いて買うのが一番。そうそう、みんなさ、でさ、ツイッターでみんながさ、なんかなんだっけ、ダイキンがいいって言ってたよね。なんともお得な保証だ。そう、それでダイキンがいいって言ってたから、やっぱり。で、私もダイキンの今まで使ってたから。で、なんかペットを飼ってるお家の人んちはなんかエアコンが壊れるのめっちゃ早いんだって、やっぱり普通のお家と比べたら。っていうことで、なんかあの10年保証をつけてダイキンのやつにしたけど、今14万円のか17万円のかですごい迷ってる。で、17万円のそのレベルのグレード買うとしたら、一番なんかいいレベルのやつで、あの拾い用を買ってもほぼなんか値段の差がないから、一番いいやつ買ってもいいってなっちゃうわけ。野島でクーラー買った。野島結構いいよね。値下げ交渉とかしないの？値下げ交渉、なんかいろいろ言ったけど、多分なんかうまくやってくれてんじゃない？わからないんだけど、私もよくわかんないけど。でも14万円だって、だからまあおだで、なんていうの、外のカバーとかもきっとつけてくれて、ちゃんとやってくれるだろうからね。それでまあいいと思うけど、でも17万円にするってうちの家族は言うわけ。17万円の方がだってエアコンがもしちっちゃいので。そう、ジャパネットもそうかもしれないけどさ、でもさ、なんかいろいろ取り付けとかだ、なんかどうなのかな。同じ機種がその値段だったらいいんだけど、よくわかんないんだよね。なんか
それで虫が入ってこないカバーつけたりとかさしてさ、なんかそのホースに虫が入ってないカバーをつけたりするとまたそれでなんかちょっと値段上がったりするんだよね。4000円ぐらい。でもやっぱ虫が出ると怖いしなと思ってそれも取り付けようと思ったりして、どんどんお金上がっちゃう。値下げ交渉めんどくさいからしないって。へー、値下げ交渉ってなんかその機種がどこが安いかとか全然わからなかったよ。山田電機で友達当たり、工事費込みとか、そう工事費も全部やってくれるし、でなんか6000円ぐらいで引き取ってくれて、工事費とかも込みで14万円ちょっとで、外のホースとかもちゃんとやってくれるって言ってた。あ、涼しい風入ってくる。エアコンうち今ないからさ、涼しい風が入ってくると本当に幸せよ。今日の夜はさ結構涼しいけどさ、なんか昼間は、今日も昼間はさ結構涼しかったけどすごい雨が降ってきたし、なんか明日また暑かったら嫌だなって思ってる。何より10年保証はありがたい。だよね、10年保証めっちゃいいよね。ヒロヒロこんばんは、だってこんばんは。今リサイクル代金取られるからね、昔に比べたら高い。うん、なんかそれでなんだっけ、あのツイッターで教えて、いろんな人教えてくれて、なんか代金のやつでいいやつはなんか外と中の空気をちゃんと入れ替えてくれるらしいんだよね。だけどなんかそこまでの機能、あののなんだっけ、今ほらコロナだからね。でもそこまでの機能はなんかあるとまた高いからやめといた。そこまでの機能が、ちょっと寒いな、風強くて寒いな。そこまでの機能がないやつにしましたっていうね。本体安くても、あ、そうなの、ジャパネット送料別途なの、取り付けに来てくれんじゃないの。同い年の、あ、ももさんだ、こんばんは、シンディです。いや、リングライトいいんじゃない、なんかすごい良くない、なんか場所がもっと近いともっといいのかな。リングライト近づけてみる。これは本当今日が初めてデカリングライトを買って、初めてのなんか YouTube ライブなわけ。じゃあちょっと待って、じゃあ私の親指の色見ててね。今日の親指の色はどうですか。よいしょ、あ、でっかくて重くて、頭痛い、痛い、あ、待ってこれガチャンってなってるわ、痛い、頭にぶつかってきた、危ねえ、これ危ないかも、これ危ないかも、足、あー危なかった。今こういうの丸がさ、なんかドゴーンって言ってさ、ここにボゴーンって当たってさ、めっちゃ痛かったわ、危なかった。リングライト怖いわ、なんか怖い。今リングライトを近づけてみました。なんか顔の影がちょっとついちゃうかもしれないな、どうですか。これどう、明るすぎて霞んでる、え、霞んでる、大丈夫、さっきの位置が良かったかな、あ、リングライト怖いんだよね、なんかいじくるの。じゃあちょっともう一回待ってて。あ、待って、色も変えられるんだけど、ダメだわ、白してライトの明かりを少し暗めた。違うか、どう、違う、これくらい、さっきの方が結局良かったな、わかった。じゃあまた親指の色を見てください。あ、ね、危ない、怖い、マジ。親指の健康状態がいかがでしょうか。てれー
怖い。やばい。何？お、なんかいる。聞こえる？めっちゃ怖い声しない？なんか喧嘩してるかも外で。怖。わかんない、鳥かな、なんかイイ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 イっていう感じのやつが鳴いて、突然なんか私の方にボンって向かってきてる音がした。めっちゃ怖かった。まだ近くにいるかも。めっちゃ怖い音した。今これでライトいかがですか？うん、明るく見える。怖かった今マジで。なんなの本当に。え、でも怖いからもうちょっと開けるのはやめます。コウモリってこん、ね、え、結構やばい音するよね。ピーって。何これ何？え、めちゃくちゃ怖いんだけど。やばいやばい。ええ待って待って、マジで怖い。外見てみる。何もいない。見えない。え、なんだろう。我が塩だ。めちゃくちゃ怖いんだけど、本当に。え、これなんか私が何かのために音出してるとか、そういうやつじゃないよ。なんか、あの、YouTuber みたいな、なんかそういうやつじゃなくて、本当に普通にトラブル起きてる。なんだろう、なんかもしかそれ、え、喧嘩してるのか、なんかそれかどっかに挟まっちゃって泣いてるのか、どっちなのと思うけど、わかんない。ちょっとライブが終わったら見て、もしかしたらなんか困ってる鳥が外にいるかもしれないから、助けに行けたら行こうと思う。なんかその野鳥、弱ったスズメがラベンダーにいた、あ、ベランダにいた。そうそう、なんかうちも鳩とかなんかベランダに落ちてる時とかがあるから。でもちょっと今のは異常な声で鳴いてたし、長かったから、ちょっと鳥だと思うよ。なんか鳥っぽいなんか声、高い声出した時ちょっとなんか鳩胸感出てたし、多分鳥だと思うんだけど、まだ鳴いてるし、なんかどっかに挟まってるかもしれないから、後で見に行ってみようと思う。びっくりしちゃった。怖いわ。音聞こえたっしょ。でもまだ鳴いてる。ちょっとでもピピピーっていう音がしてたからね。あ、怖かった。そういう感じ。今は結構ちょっとびっくりしたけど、落ち着いていこう。たまになんかちょっとありえない音がするけど、はい、っていう感じ。なんだ、エアコンの話してたよね。なんか、ああ、びっくりしちゃったな。怖かった。結構怖かった。今、エアコンは決まりました。でも大きいサイズか小さいサイズかで迷ってます。それによって値段が全然違うっていうことだから、14万円か17万円かで迷ってる。でもさ、思ったより全然高かった。なんか
17万とかしんどい。でも10年それ使うってことは1年で2万円っていう計算。17万円割る10は、あ違う間違えた、0が0なんだから1万7000ってことだ、月々で14万円だったら1万4000ってこと。まあ携帯代みたいなもんだわ。まあ携帯代の方が全然安いけど。夜中にカラスの声聞いたことある。やだね、なんか怖い、ちょっと怖いよ、大声って出されたりとかしたら。まあそんな感じだね、うちはっていう感じです。スズメ保護して水飲ましたけどダメだったから、できたら助けてあげて。あそうね、野鳥っていうのはなかなか助けられるもんなんじゃないんだって。なんか難しいらしいよ。待って、なんかもうちょっとうまく写してくんないかな。丸いの、しょうがないや。はい。昔ね、鳩をか落ちちゃったやつを保護したことがあるけど、その時はなんか本当になんかまだ毛が黒い状態の鳩で、ヒナ、それをなんか保護して、市の方に野鳥を保護してますっていう申請を出して育てた。で羽が生え変わったりして本当の鳩になって、そのうちピーピーじゃなくてクルッコーってなんかおおみたいな、ポッポーみたいな風になった時に話した。公園、でっかい公園に話しに行きました。その時は近くに、なんかレースバトをやっている人がいたから、そこのうちになんか初めてすみませんって言って、ハト拾っちゃったんですけど育て方教えてくださいって言って教えてもらってやった。そしたらうまくいった、死ななかった。スズメホ、あ怖い、鳥怖いって。昔ムクドリの赤ちゃんがベランダに動けなくなってて、飼ってたインコの餌あげたら次の日元気に飛んでた。え、めっちゃいいじゃん。あなんかもう生鳥なんていうの、鳥のもうなんて大人になった鳥で弱ってたら頑張れるかもしれない。でもまだヒナの時になんか巣から落ちたやつは難しいよね。鳥、あ、鳩保護したことあるんだ。うん、そうそう、うちはなんか動物がすごい好きだからさ、やっちゃうよね。鳩ポポ育つてつ、うんだね。え、成長っていうのか、成長な、成長っていうの。なんかさ、バカ師匠のさコメントだけさ、なんか表示するかどうかってなんか出てくんだけど、なんで、なんかやらかしたことあるの。この人のコメントはなんか表示しますかみたいな、いちいち確認してくんだけど。明らかに外おかしいんだけど。子供の頃スズメ飼ったことある。かわいいよね。なんかたまにインスタで見るんだよね、なんかスズメのなんか足が悪くなっちゃったスズメを飼ってる人。カモの子供が水ない時期の用水路から出られなくなってたから助けたら親鳥の襲撃にあったかわいそうすぎるな。でもほらなんか鳥とかってさ分かってないからさ、危ないっていうことしか思わないかも。とにかくなんかうちのパピちゃんは吠えてる今。なんか今日あんま可愛くない。ほっぺがなんか、ほっぺがまあしょうがないか。なんかさ、今日は別に何かをするっていうこととか全然考えてなかったんだよね。だけど可愛いよって言ってくれてる、ありがとうそうそう、だけど今日 YouTube ライブはこれ今やってる？あ、よしみちゃん、そうそう、これあれじゃ、アーカイブじゃないよ、リアルタイムだよ。あ、トムトムさんだ、
カラスとか女の子と子供を狙うから気をつけて。私やられたことあるよ、自転車乗ってたらなんかいきなり前にいたカラスがブーンって来たから、うわーって言って避けて、そしたらうーって後ろ向いたらなんかもうめっちゃこういう風にスーンって低空飛行してきて、私の頭サクーンってやって逃げてった。めっちゃ怖かった。なんかこう爪でバゴーンってやって逃げていった。あ、そうなの、そうなの、よしみちゃん、そうなの。なんか今日私電気屋さん行ってたからね、この時間になっちゃった、帰ってこれなくて。カラスに襲撃されたことあるで。そう、あるよ。めっちゃ怖かった。だからそれ見た時、私もしカツラだったらさ、持ってかれてたよ。もしかしてなんかカツラの人がいたことがあって、そのカラスに、これでなんか私のこと、なんかそれを狙うっていうことがカラスの中でなんかすごい嬉しくなっちゃったりしてて、でなんか狙ったら毎回カツラを持って帰れるっていう風に知ったかなんかで、おじさんとかなんか誰かのね、それで私のことをこいつもカツラ持ってるかもって思ってきてやって、で逃げて、あーこいつカツラじゃなかったぜって思って逃げたかも。だって明らかに頭狙ってた。そうだったのか、私今日も見られないって諦めてたからすごい嬉しい。よかった。そうなの、今日はいつもは8時からだけど、今日は鳥の話ですかそうそう、違う、今日ね、あのタイトルない。でも私の給付金は、そうタイトル、私の給付金は終わった。だから給付金はもうすべてエアコンですから。これピエン初めて使った、ピエン。ずっと来られなくてごめんね、学校の方忙しいで。あ、そうなの、頑張ってる。カラスめっちゃ怖いよ、本当に怖かった。あの時エアコン買ったで、エアコン注文してきました、野島電機で。野島ってポイントめちゃくちゃ貯まるんだよ。来店ポイントとかって言って、行っただけでもポイントがもらえる制度がある。自転車買うの？何の自転車買うの？何の自転車買うの？まつげがさ、めちゃくちゃ伸びた。見て、つけまつげみたいなレベルに伸びてきたと思うんだけど、すごくない？割と存在感あるよね。喜んでる。今日も高校に行ってきた。えらい。うちは冷蔵庫買った。みんななんかいろいろ買ってるね。普通の自転車、ママチャリみたいなやつ。え、そしたら全然安いじゃん。イオンとかで買ったら全然安いじゃん。イオンとかっていいよね、なんかそういうの結構安く売ってるじゃん。思ったより全然安く買えるから。でも私自転車ネットで買っちゃうな、結構自転車好きだからさ。あとさ、個人店だとさ、なんかまだ給付金来ません、うちは紙だけ来た。あ、なんかさ、紙さ来てさ、そのことツイッターで言ったらさ、いろいろみんな教えてくれたからほんと助かった。なんかバカ師匠言ってたよ、なんか、え、なんか身分証をコピーした方がいいよって。そういうのほんと助かったわ。まだいたらありがとね。給付金何に使うか決めてない。貯めるって人が多いよね。自分は車のホイール買う。いいの。使い道決めてない。なんかさ、うちもまだ給付される前に完璧に使い切ってしまったいや、そうなんだよ。来るからいいかなって思うと、なんかお金ってさ使っちゃうんだよね。来るからいいかなって思って、参っちゃった。参ってまいりました。巻いた。自転車買ったら貯金。そうね、余ったらね。なんか、あ、みんなに聞きたいことあるけどさ、なんか YouTube ってさ、いろいろなことができると思うけど、なんか日常の YouTube みたいな、なんか特になんか心理の LINE でお悩み相談してもいい？お、もちろんいいよ。なんかお悩み相談とかのさ、やつやる人いるじゃん、 YouTube で。お悩み相談を集めて、それをなんかペイさんとかさ、なんか話すみたいな。
そういうのってさ、見たいと思う？久しぶりにシンディの声聞くと落ち着くだって、嬉しい。なんか私さ、 YouTube とかさ、あとインスタのさストーリーズをさずーっとさ流して、なんか音だけ聞いてる時あるんだよね。人が喋ってる声とか、なんか企画ものっていうよりもなんか人の喋ってる声をなんか家の中に流しておきたいだけっていう。でもテレビだとさ、なんか結構なんかわさわさしてさ、ちょっとうるさいなってなっちゃうから YouTube とかをつけてんだけど。あ、そうなんだよ、しみちゃん頑張ってたんだな、えらい。質問コーナーとか、給付金は全額使い切るつもり、誰かに貢ごう。すごい。あ、でも趣味に使うっていうことだよね。インスタライブとかだと質問箱とかでみんな質問したりするよね。するする。だけどさ、なんかそれでさ、なんかさ、こういう風にさ集めてさ、チュ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 ってさ、ちょっとずつしか書けないしさ、なんか伝わりづらいじゃん。答えてもらえると安心する。確かに。そしたらさ、なんか YouTube だったらさ、それについてさしっかりと自分が思ってることを話そうっていう風になれるわけだからさ、そっちの方がいいのかなーってる。あ、けずきよこやん、あ、よこやん、よこやんか、よこやん、はい。みんな言うね、なんかいつもと違うわってライトで。え、嬉しい。なんか早くライト買えばよかった。こんなにみんな分かってくれるなんて、なんか嬉しいな。やっぱなんかちょっと課金してよかったな。やった。なんか今までそんなに本格的になんかことしないよって、なんかしないよってか、お金ないしって思ってたけど、なんかあの YouTube をのメイク動画やった時になんか CM つけたりできて、そしたらなんか1万円ぐらいくれたんだよね、 YouTube から。なんかなんて広告のやつで。だからライト変えたよ。1時間が遅くて見られ時間が遅くて見られた。よかったよかった。シンディに相談したいことある身としてはすごい学べることが多くて、励ましてもらえてありがたいと思ってる。あ、ほんと？そう、嬉しいこと言うの。シンディバイスルライト、いいこと言うね。ジューベ、私なんかめちゃくちゃ見てよ、ライト買うとき。私って結構さ、なんかお金いっぱい使うのがさあんまり好きじゃないから、なんか1万円からちょっと高いって思うタイプなんだよね。だからなんかライトが1万円しちゃうからすごい考えて、 Amazon とかも見たし、なんかあのあれも見たよ、アリババとかも見たし、なんかいろんなの見たんだよね。でなんかこのコロナになる前にライトを買おうって思ってたけど、なんかコロナが来た瞬間にライトが爆上がり金額になっちゃって、それですごいなんか買うのを躊躇して、でもいろいろ探して口コミいっぱい見た結果、これにしてよかったって思った。めっちゃお金使ってるイメージ。なんでだろうね。なんかよく言われる。なんか私すごいそれのこと言われるんだよね、お金使ってそうって。お金全然使ってないんだよ。なんで今日画質が綺麗なんだろうって思ってた。画質じゃなかった、すごく綺麗。あ、なんかライト変えただけで画質まで綺麗だと思えるってすごくない？やっぴー。なんかここぐちゃぐちゃしてる。みんな急に配信し始めたからね。そうそう、あとさオンライン会議っていうやつもあるじゃない。でそれのためにみんなライトを買う人もいるらしいんだよね。肌の色が綺麗になった気がするのでメイク配信に良さげ。あ、タンバリンだ。そうそう、確かに。なんかライブでいろんなもの紹介してくるからかな。あ、そうかもしれない。綺麗に写ってる。よかった。なんかさこのさ右下かなんかにさ、こうなんかくるくるマークのところからさ、あのなんか画質を上げるみたいな、なんか700なんとかみたいなやつで、多分私のやつって700なんとかまで上げられるはずなんだよね。720か。
そしたらね、だいぶよく綺麗に見えるはず。LINE の通話ぐらいには見えるかな。その心理が買ったやつ、名前とか値段知りたい。どれ？あ、これ？あ、ほんと？すごい高い、すごい高い部屋にいるようです。イエーイ、ここが高い部屋に見えるってか。ここはエアコンがついてないよ。暑い部屋。ズームの授業のためにライト買った、ちっちゃいやつ。そうそう、みんなそうなんだよね。なんか映りが良くなるって。でも本当に実証されたね、今日。こんなに映りが変わるんだよ。でもちょっと影が出るか。どう？いつも最高画質にしてるけど、その中でも今日すごい綺麗。よっぴー、わかった。じゃあライトの Amazon の URL 貼ってあげるよ。待って、どこだったっけ、なんて言うんだったっけ。売り切れてるかどうか今確認するね。値段も言うね。じゃあ今注文履歴から。はい、ラクディ9999円のお値段で700円オフクーポンが今ついているから、それで、そしたらいくら？そしたら、あれ？これいくらになるってことかな。今700円クーポン中らしい。いいね。ちょっと待って、カートで入れないと。あ、アフィリエイトのリンク貼っとくね。でもこれはアフィリエイトのリンクで貼るよ。9299円で買えるらしい。まあ高いから買う人はいないかもしれないけど、なんかアフィリエイトのリンクって貼るだけでもなんか気が楽しくなるから、なんか気持ちが楽しくなる。なんか始めたばっかりだからかな、なんかアフィリエイトのリンク貼ったぜっていう時なんかちょっとテンション上がっちゃう。でもなんかアフィリエイトのリンクってなんかすっごく長いの。なんか HTTP から本当になんか1丁目からなんか15丁目とかぐらいまでのなんか住所レベルになんかこんな長いアフィリエイト、ほんでなんかそれ貼るとなんかちょっとおかしいの。でも貼るね。あー面白い。まあね、なんか本当に良かったから載せるけど、良くなければなんか載せたくはないよね。大島舞ちゃんインスタライブ面白かったよ。めっちゃ酔ってたけど、なんかすごい長い時間インスタライブやってる時あったよね、前々。それでなんかめちゃくちゃ酔っ払ってるのあったよね。アフィリエイトやってるけど確かに長い。そうそう、なんか URL がめちゃくちゃ長いよね。びっくりするんだけど、あれ何なの、どういうこと。なんかよくわかんないけど、それ縮めちゃえ、なんかアフィリエイトできないのかも。わかんないな。まあでもね、別に誰が損するわけではないから、私のアフィリエイトは。なんか悪いものとか、なんか良くもなかったのに良かったよっていうのはあんまりやらないからさ。ああ、インスタでね、インスタで飲み会してんの？なんだっけ、オンライン飲み会うちらもやったよね、一回。あれ結構みんな楽しがってたよね、オンライン飲み会。ねえ、みんな楽しいよ楽しいよって言ってたよ。なんかその時はあんまりなんか弱いお酒で、やったね楽しかっただって。そうそう、なんかしおりちゃんがやろうって言ったんだっけ、なんかリクエストくれてやることにしたんだよね。私割とリクエストあったらやろうっていうタイプだから、なんか言ってくれたら やろうってなる。自分でやろうっていうのはあんまり思えないタイプなのかな。あゆかりも楽しかったって言ってる。
未成年だから飲めない。そうそう、未成年の子はね、なんかお茶とかサイダーとかジュースとかみんな飲んでた。あ、ぞよくちゃんじゃん。ほら、なんか今日綺麗って言ってもらえるこのライトのおかげで嬉しい。なんか私ほんとよかった。自分は飲まないから流行りに乗れない。まあ別に普通におしゃべりするっていうことが一番いいだよね。シンディがお菓子ひたすら食べてた飲み会確かにそうそう。あ、待って、歯にリップついてついてなかった。幻覚だった。シンディの配信見てて、ユニクロとか普段普通に買えそうなのだから参考になる。あ、本当？よこやん、こういうの。なんか私最近ユニクロの T シャツもいっぱい持ってるけど、これおしゃれだよな。バスキア、バスキア美術館で見に行ったことあったから、セリナちゃんと一緒に。次は飲みながら見たいよって。シンディがじゃがりこ食べてるところがすごい可愛かった。え、よしみちゃんさ、そうやって言ってるけどさ、私さ今日もじゃがりこ食べてたじゃがりこがめちゃくちゃ好きなんだよね私。なんかこれはなんか期間限定ののり塩バター味なのそう、レーズンも好きだよ。そうなのよくわかったよしみちゃん、面白いね。そうなんだよね。そう、このバックプリントがすごい気に入ってる。でここもなんかポコポコ生地だから気に入ってる。うん、これは普通に美味しい。普通の美味しさ。なんかサラダ味も普通に美味しいし、なんか私がじゃがりこで苦手なのは、青いやつと、なんかもう一個ね、チーズはあんまり好きじゃない。で、なんかこういうのとか、梅の味とか、サラダの味はすごい好き。青と、赤はあんま好きじゃない。もっと早くこの時間にやってること気づけばよかったって。これは、そう、なんか。のり塩バター味です。あ、シンディの配信見ながら寝てた。本当そうよ、なんかそういう感じなのよ。なんか適当になんかみんなやって、適当に普通におしゃべりして、なんか喋りたかったらコメントのところで喋ってくれたらいいし、なんかいるっていうことが大事だよね。よくじゃがりこ食べてるって。めっちゃ美味しそうじゃんその味。うん、これ結構美味しかったよ。私もじゃがりこ大好きだって。じゃがりこ使ったレシピあった。そう、お湯を入れてなんかこういう風にしたらマッシュポテトができるんだよね。私一回やったことあるけど、なんか結局のところはなんかじゃがりこ食べた方、普通に食べた方が私は好き。食感が楽しい。うん、このトークの空間居心地いいんだよね、癒しの場所みたいで。え、あ、もう49分なんだ、早い。なんだ、なんかこう動物の森みたいな感じのやつが好き。あのみんなでギャキャンキャンキャンって言うんじゃなくて、なんかこの平和な感じでヘラ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 っていう感じの喋りをしてるっていうのが楽しい。じゃがりこ普通に食べた方が好き。やっぱそうだよね。私も普通に食べた方がいい。あ、そうそう。なんか一回、なんかささ、なんだっけ、なんか裂けるチーズとなんかっていうのがあったよね。一回すっごい流行って、なんか売り切れたやつ、あれじゃがりこだったかな？のんびりがいいよね。のんびりが一番いいよ。だから私なんかお外で遊んでるとかの時もなんか予定と違うことがあったりしてもまあまあいいかって感じ。いつもなんかそれでイライラしたりとかあんまりしないかな。あとなんかでもあの時間がちょっと ゆるゆる女のやつだから、それは直したいなって思ってるんだけどね。まったりがいて、じゃがりこって結構地方限定あるよ。え、そうなの？
東京駅の駅中でカルビーショップ行くといろいろ、あ、なんかさ、じゃがりこのさ、なんか本物の、あ、なんかでっかいやつ食べたことある？あれめっちゃ美味しいな。原宿にもあるやつ、カルビーショップの、あれめっちゃ美味しいんだよね。並んで食べたことあるよ。最近はもう並んでないけどね、最初の頃めっちゃ並んでたよ。あれ美味しかったわ、食べたいな。トウモリコとか食べたことある？トウモロコシの味ってこと？じゃがりこなのそれ？じゃがりこ？それはじゃがりこ？ポテリコ、あ、あれポテリコって名前なんだ。あれめっちゃ美味しかったよ。じゃがりこであったよね、チーズのなんか。でも結局普通に食べたい派、結局みんな普通に食べたんだよ。じゃがりこって普通に美味しいから、なんだかんだ言って。私大体じゃがりこ買ってるよ。マツキヨで買うとすごいじゃがりこ安い時あるよね。あ、ジャガボックルはめっちゃ美味しい。ジャガボックルがなんか買えない時はなんか違うの買ってる。うん、なんて言うんだっけ、普通になんかこういうパッケージでジャガビーはめっちゃ美味しい。私ジャガビーは美味しいけど、なんかじゃがりこより食べるの早くてすぐなくなっちゃうから、なんかちょっと寂しい。でちょっと高いジャガビー。じゃがりこのトウモロコシ味なんてあんの？食べたことないよ。それじゃがりこのトウモロコシ版なの？ジャガビーも好きだけど、じゃがりこも好き。そう、なんかジャガビーはちょっとなんか高いけど、なんかちょっと贅沢な時食べるお菓子で、じゃがりこは普段の時。めちゃくちゃ庶民派な感覚なんですけど私は。あ、私たまにあれも好きだよ、昔からあるさやえんどうってお菓子。じゃがびとじゃがりこは選べないくらいほんと好き。そうそう、じゃ、そうなのよ、値段でじゃがりこ選ぶ。そうそう、値段でね、じゃがりこ率高くなるけど。何の話？なんかさ、思ってることがみんなと一緒すぎるね。面白いね、うちら。ジャガビーバター醤油味、やばい、それめちゃくちゃ美味しい。あれのさ、なんかさ、最後さ、なんかこうやってさ、なんかこいつは食べるじゃん、全部なんか長っぽそいの。その後さ、なんかさ、ちっちゃいさ、カスみたいの残んじゃん。あれめっちゃ美味しいんだよな。うん、そうそう。あ、枝豆りっこっていうのがあるんだな。へえ、枝豆が美味しいんだ。へえ、食べてみたいな。なんか全国制覇してみたいけどね、やっぱり。ご当地キティちゃんみたいだね。サンリオのさ、キティちゃんのあの総選挙やってたから、私ずっとキティちゃんに投票してたら5位だった。キティちゃん海外でヨシキティが1位だった。すごい、なんかみんな割とじゃがりこの話や、よしみさんそうですよねって言ってるもん。やっぱ好きだな、不思議と。いろんな薬屋で安い。そうそう、薬ね。なんでさ、じゃがりこだけさ薬屋さんで売って安いんだろうね。こんなに大したことじゃないけど共感できすぎて本当嬉しいって。そう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 、私はそう思ってる。高級屋のネットで工場直送のポテトチップスがめちゃくちゃうまい。え、なにそれ、アフィリエイトで貼って、トムトムさんトムトムさんのアフィリエイトリンクから買うから、あの教えてくれたから。面白い。ヨシキティに投票、え、嘘、ひろきがヨシキティに投票してたんだ。だから1位かよ、すごいな。枝豆全国で売ってるよ、コンビニで。え、そうなの、食べてみる。キキララに投票した。9位。キキララは毎年ちょっとなんか10位以内ではあるけどって感じだよね。ドラッグストアのお菓子類ってた、前にすごい安い時あるよね。そうそう、なんか町岡とかで買う時もあるけどね、お菓子の町岡とかで。でも結局のところはなんか、あ、ヤオコーがすごい安いかもしれない。ヤオコー行った時買うかも。私小さい頃から変わらずキティ派。ほんと？お、55分ありがとう。なんかそういえばテレビとかネットニュースでなんかすごい不倫のやつやってたから今日びっくりしちゃった。
見た？びっくりしたや。怖かったな。なんかそのニュース見てびっくりしたよ。町岡好きだわーで。お菓子の町岡って楽しいよね。お菓子の町岡にでなんか現金しか使えませんっていうの忘れちゃって現金持ってなかった時すごい落ち込む。そうちょっとなんか割高だけどコンビニで同じの買って帰る時ある。あれはねびっくりした。なんかいろいろびっくりした。なんかすごいなって思った。シンディからヤオコの名前出て庶民派をさらに感じた。いやヤオコってマジでいいよ。ヤオコってなんかいいよ。あでも OK が一番安いわ。そうそう OK ストアがなんか一番私の中ではなんか安い。 OK 最高って感じ。んと僕の友達がヒルズの警備員で怒ってた。えバレないもんなのあれは。えそうさお外でさそんなこととかをさしたらさ捕まっちゃうの？なんかそういうのってさバレてさお外のトイレとかでそういうことしてる人ってさなんか警察にさ捕まったりすんのかな。そういうのって違う。それはいいの？ヤコって東京にもあるの？群馬とか栃木だけかと思ってた。え、あるよ。ヤオコ。え、知らない。ない？ヤオコ、捕まりますよ。そうなの？え、じゃあそれさ、バレちゃったってことはさ、でも現行犯じゃなくて、たら、ってこと？ OK 安くて好き。なんかみんなめっちゃすごい知ってるじゃん。OK 安いよね。そうなんだよ。OK が一番安いんだよ。町岡安いけど行きつけの店舗が3月に閉店してショック。そうなんかさ町岡ちょっと少なくなった気がするんだけど。ん町岡え私えっね現行犯だったら捕まんの？なんかこうやってなんか2人が入ってったの監視カメラで警備員さん見てこれでなんかわあれはおかしいぞって言ってこうやって来てでなんかどん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 とかってなって何やってるんですかって言ってなんかあ何でもないですって言ってでなんかそれでなんかダランって開けてやってるじゃないかってなったら逮捕される。怖い。ヤオコ埼玉が本社。あそうなんだ。埼玉県にはいっぱいある。うちのその実家の方にいっぱいある。確かにヤオコって町岡もヤオコも知らない。そうなの？静岡県にはないの？そういえばお菓子の話になってふと思い出したけど和菓子のことなんだけど私の地元すもも大福。何それ？すもも大福って何？めっちゃ美味しそう。酸っぱいの？甘いの？酸っぱいの？甘酸っぱいの？ヤオコ見たことないだって。マジ？ヤオコって知らないんだ。なんかそういうのあるよね、ローカルスーパーみたいな。昔なんかなんだっけ飯田みたいなあったの。飯田とかいうスーパーとかあんまり見たことないスーパー静岡にないと思う。あそうなんだ。埼玉県の和菓子のやつ10万石まんじゅうみんな好きだよな。あの CM やってて施設の人が不法侵入とかで訴えたら捕まえられる。どういうこと？東京アラート午前0時に解除だって。え、ありがとう教えてくれて。ん？東京アラートってさ意味ないっていうとかって言われてるやつ？赤色だった？関西にはどっちもない。あーなんだ東京はやおこ知らない。コモディ飯田。あ、そうそう、それそれ。はじめまして。誰？はじめましては。ニコニコって書いてある。かわいいな。あ、ぴったりの時間だ。10時だ。みんなと話してて早かったね。あと2時間だ。さっきの
鳥の鳴き声謎探偵頑張ってね。頑張る、忘れてた。ちょうどニュースやっていた。あの赤いライトアップのやつ。ああ、多分東京アラートが解除されてもマスクはするし、梅雨の時期も大きめの傘をして人との距離を保ってやっていきます。なのでみんなも気を抜かずに感染予防を一緒にやっていきましょう。ということで今日もお付き合いいただきありがとうございました。次は去年木金土曜日の8時にインスタのライブをしますのでよろしくお願いします。あと赤い都庁は不思議不気味だった。土曜日も頑張ってねやってほしいリクエストとかがあったらコメント欄によろしくお願いします。あとチャンネル登録してくれたら嬉しいです。あといいねを押してくれると嬉しいです。あとさっき聞いてたこのリングライトの私がリングライトの、アフィリエイトのリンクを貼るからピッて押してみてね。まあ見るだけだったら何も入らないけどそれを踏んで何か買ったら私がポイントもらえるっていう設備だからもしあったらよろしくじゃあもう次まで仕事頑張ります。頑張れみんな。お仕事頑張って学校も頑張って楽しく毎日やっていきましょう。じゃあね、ありがとね、おやすみ、バイバイ。どこ？